お待たせいたしました。インタビューの時間です。はい、今週は京都サンガ FC の高橋優里選手のインタビューですね。はい、まあ、先ほどもイケメンでかっこいいと、そうですね、いう話してましたけど、いやほんまどこ見たらいいかわからへんくって、はい、いやかっこいいからあの目線を落として胸板もかっこいいからちょっと、うん、あの恥ずかしくなってしまって、うん、顔見たけどやっぱ顔もかっこいいから恥ずかしくなって、っていう。ちなみにこの高橋さんと平岩さんってどっちかっこいい、はい、そうなんだ、ダントツで高橋選手やん。失礼失礼、そんな平岩さんが一回もかっこいい思ったことない。マジっすか。はい、なんかもうギラギラしすぎてちょっとあのえずいっちゃいそう。油っこい油っこい油っこい。マジっすか。なんならちょっと折れてんちゃうかなと思ってたんですけど。いやない、一回もない。マジっすか、はい、ショックだわ。今年一番ショックですね。いやほんまですか。そう、この一番ショックですねとか、本当は一番じゃないのに、うん、こうやって軽々しく一番ショックですねって言えるところとか。まあそういうタイプなんでね。はい、市川さんから見て、はい、和田ちゃんのこう男性の好みとかってどうですか。あのね、なんですかね、めちゃくちゃ男前を照れるタイプなんで、和田ちゃん意外と。はい、だからちょっとまあ言い方失礼ですけど、はい、崩れてるタイプが好きなんですよ。ああなるほど。雰囲気かっこいい、おしゃれな人が大好き。はい、あ、おしゃれな人ってやっぱ好きなんですか。はい。好き。金子投手みたいな。金子投手、そうそう、金子投手。んってなんですか。ごめんなさい。はい。とか、やっぱりちょっと雰囲気のあるような、はい、独特なファッションしてる人とか、が好きですね。ほんまにそうやと思う？思う。あ、そうそう。あ、そうかいな。すごい挑発な人とかどうですか。え、挑発な人は挑発な人好きです。そうですよ。我ちゃん結構好きですよ。はい、あ、そうなんですか、はい。はい。ラモス・ルイさんとかも。あ、そっちになる。いや、ジオ。FC 抑えのトークにはぴったりのね、はい、挑発の方を挙げていただきましたけど。挑発、はい。うん。いや、インタビュー聞かせて。そうですね、高橋選手の。本当だ。それではお聞きください、どうぞ。今日は京都サンガ FC、背番号3番、高橋優司選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。和田です。高橋です。お願いします。お願いします。ちょっとすいませんヘラヘラして、いや全然全然、俺もヘラヘラしてるんで。いやもう思ってた以上に入ってきた時にあの大きくてびっくりしました。意外に、はい、そうですよね、遠くから見てあんま大きく見えないですもん。なんかもうちょっと小柄かなと思ってたんですけど、いや顔ちっちゃいのに顔と体がバランスおかしいですか。いやなんかわすごいと思った。いやいやいや全然全然、すごい小顔でも体仕上がってて、はい、いや細いですからね、まだ全然、いいえ全然めっちゃ細いっすよ、飛ばされますもん。だってあの私結構たまに選手の方々より体重上回る時あるんですけど、はい、いやそれは大丈夫だと思います。僕は上回ってくださってたと思ったけど、身長高いからこうなんていうんですか、バランス考えるから。ああそういうことですね。はい、すいません恥ずかしい。体重とかはまあ人それぞれやっぱりベストがあるんでね。優しい、はい、優しい、ありがとうございます。はい大丈夫です。プラスな方向に、はい、していただいてありがとうございます、はい、あのね開幕しましたけど今シーズン、はい、いかがですかチームのこう雰囲気とか。そうですね、で開幕戦は結果残せなかったですけど、はい、まあでもまあ始まったばっかりだし、はい、これからチーム全員でやっぱ J1 昇格に向けて頑張りたいです。だっていろんな選手もこう変わったり、新しくトゥーリオ選手も来られて、はい、どんな感じなんですか、そういう新しい選手が来られたら。そうですね、新しい選手も、はい、まあ、個性的な人も多いですし、まあ、前川優選手も、はい、まあ、みんなコミュニケーションをしっかりとりますし、雰囲気はなんか結構面白いです。面白いです。はい、楽しくやってます。もう普通に会話するんですか。普通に会話しますよ、みんなそれは人間ですし、はい、でもだいぶ年齢差とかもあるけど、なんかエスクデル選手はトゥーリオ選手来られるのすごい楽しみだって言って、はい、嬉しいとか言って言ってはったんですけど、いやみんな楽しみですよ。僕なんてもうセンターバックですし、はい、やっぱその同じポジションの人から吸収できるものは吸収したかったんで、しかもトップトップでやってた選手なんで、はい、すごく楽しみにしてましたし、はい、今もう練習とかやっててもすごく楽しんでやってます。いやもう声の雰囲気からもイケメンな感じ出てますね。でしょ、ほんで優しいっていう、その体重がね、はい、あの私より体重は重たかったけど、はい、
あの、重たかったんです、高橋選手が。あ、そうなの？そう。びっくりしないでください、あんまり。ね、一応男性のアスリートですからね。で、私結構たまに、うん、はい、買っちゃうんですよね。はい、だから。たまに買っちゃうんですか、アスリートに、はい。男性アスリートに。買っちゃうから、ちょっと、うわ、買ってる、もう高橋選手の方が重いわと思ったけど、その身長とかのバランス考えた時に、うん、あら、私恥ずかしいと思ったけど、いや、人それぞれ、その、向いてる体重があるんでっていう。うん、向いてる体重がある。すごい表現やな。向いてる体重。向いてる体重。どういうことなんですか？どういうことなん、まあまあ、な、まあまあ、そうか、それぞれの体重があるからっていう優しい。はあ、コメント。もう顔だけじゃない。中身も。うん、なんか聞いて気さくな方ですね、結構。そうですね、はい、めっちゃ気さく。ね、うん。すごいいい感じ。だから、すごい喋りやすかった。ね、そんな感じですね。この他にもね、いろいろ聞いてるということなんで。あ、それで、はい、お聞きください。はい、去年の春に、ちょっとこう、アクシデントで、お体がちょっと。そうですね、眠ってましたね。眠ってて、はい、もう、回復はされたんですか？もう、全然大丈夫です。全然大丈夫です。調子もいいですか？はい、調子も全然大丈夫です。ほんならもう、いい感じ。はい。もともと頭何も詰まってないんで。いや、全然、はい。そんなことない。いや、優しさが詰まってます。ありがとうございます。はい。いや、あの、今シーズンね、なんか、やっぱこのオフ中に、はい。いろいろ、あの、今シーズンに向けて、個人的にされたこととかもあるんですか？トレーニングの強化とかも。いや、もう全然、もう東京行ったり、はい。して、休める期間なんてその時期しかないから、はい。体をしっかり休めました。あ、逆に、はい、そのトレーニングガンガンやるよりは、はい、体をリフレッシュさせて その方がプラスになるタイプの方ですか？僕やっぱメンタルが疲れてきちゃうと、はい、やっぱ体にも影響するから、はい、うん、休める時はしっかり休むタイプですね。それはもう高校の時から。あ、もうずっと、はい、寝てるイメージです。もう多分みんなが言うには多分そのペースはい、ができてるんですね。でたまにインスタグラムとか、はい、ツイッターとかで他のチームの人が沖縄とかで合宿してるの見て、はい、ちょっと焦ってジョギング行くぐらい。あ、やばいな、はい、おやばってなるんですか？やばい、めっちゃ上げてるやんみんなってなって、はい、ちょっとジョギング行くぐらいです。で、そう、ジョギングは上げたりするんですか？ジョギングも気持ちいいぐらい。気持ちいい、はい、どうせだって練習始まったらきつい練習するんで。そうですよね、休めるときに休んでおきたい、はい、その気持ちはすごくわかります。めっちゃそうです、はい、で、もう、なんでこう練習も始まってシーズンも始まってご自身の状態はどんな感じですか？いい感じ？いいですね、はい。やっぱメンタル的にもすごくいいですし、はい、まあ、開幕戦試合出れなかったですけど、はい、まあ、全然もう日頃の練習からやっていくしかないんで、うん、毎日すごくフレッシュな気持ちでポジティブにやってます。こうやってやっぱメンタルって一年一年年を重ねることによって強くなっていくものなんですか？どうなんやろ。やっぱでも経験ある選手はメンタル的にも余裕があるんで、はい、うん、まあ、大変な時も、まあ、切り替えがうまいっていうか、はい、そういうのはやっぱ感じますし、まあ、自分もまあ、切り替えは得意な方だと思うので、はい、まあ、楽しくやってますよ。楽しく、はい。じゃあ今シーズンなんか去年のここと俺は違うぞみたいなところありますか？ここを見てほしいみたいな。ここを見てほしい。脳震盪にならない、はい、ところを見てほしいです。はい、倒れないところ。倒れない。今シーズンは単価に乗らないのが目標っす。あ、いい目標です、はい、大事ですもんね。そうっす。怪我してもピッチから出ない、はい、やっぱピッチの上で見てたいです。そうっす、ありがとうございます。こうね、目つぶってる姿も もちろんかっこいいですけど。いやいやいや、行ってましたよあれも。どっか行ってましたよ多分。でもお元気で走り回ってる姿が、やっぱそうっすね、みんなは見たいね、はい、怪我していいことないです。そうです、はい、なんかそのためにはもうリフレッシュもしっかりしたし、いい感じ。いい感じです、はい。サポーターの皆さんにあの今シーズンの意気込みをいいですか？意気込み、はい、そうですね、まあ始まったばかりですけど、はい、チーム全員で
本当に試合に勝つための準備をしてるんで、サポーターさんの皆さんにはもうスタジアムに足を運んでいただいて、みんなで勝ちを喜びたいです。だから応援よろしくお願いします、はいはい、一緒に喜びたいです私も、はい、なので応援してるんで、はいはい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで京都サンガ FC 高橋裕二選手のインタビューお届けしましたけども、はい、短歌に乗らないという、はい、去年ちょっと試合中にこのシートになってしまったから、ね、はい、はい、だからもう今年は怪我もしない、ちゃんとピッチの上で戦うって言って、うん、まあ怪我しないの大事ですよね、はい、スポーツはやっぱりまあそうですね、してしまいますもんね、はい、いくら気をつけてもね、はい、でやっぱチームのね構想もやっぱりいい選手が怪我すると崩れちゃいますし、はい、うん、なんかこう全体的にねよく回らないとこがありますけども、はい、いや女性ファンも多いんじゃないですか。いや絶対多い。あ、ほんまに。うん、いやもう綺麗かったもん綺麗かっこいい。全部が綺麗、ほんまに。見に行った方がいいですね、皆さんもね。 あんまり興味ない方も。漫画本に出てくる主人公みたいな。そんなんすか。この人をこうなんていうの、モデルにして描いてんのちゃうの、うん、っていうぐらい。まあ確か背も高いし、はい、顔も綺麗で、はい、サッカー上手いし、はい、サッカー選手ってこういう選手多いですよね、なんかこう。本当に綺麗な顔した、なんか。これどっちなんですかね、綺麗な顔してるとかサッカー選手なのか、サッカーやったら綺麗なのか。いや、前者じゃないですか、それは。綺麗とかサッカーやってるんですか。サッカーやったらいいよ、じゃないですか。内田篤人とか、もうなんかその、テレビに出てもかっこいいと思うじゃないですか、やっぱり。はいはいはい。そのタレントさんと並んでも。はい。なんか不思議。で、その、失礼ですけど、野球選手でやっぱそこまでのイケメンって、はい。なんかいないじゃないですか、その。ユータ。なんで急に敵になるんですか。います、だって。金子さんも男前やんか。サチヤ。サチヤさんも男前ですよ。あ、だってさ。いや、足立さんね。鳥谷さんとか。ああ、鳥谷さんね。のみさんも確かに。あと、足立さん。いや、言うてるやん、足立さん。何言うねん。足立さん。野球選手やっぱかっこいいっすね。いや、遅いっすか。そう。いや、そういえば俺めっちゃ野球の現場で仕事するなと思って。そうですよ。はい、これちょっと選手、車で聞いてないこと祈ります。いや、でもマジで、かっこいいだけじゃなくて、こう、おしゃべりも気さく。そういうイメージありますよね。なんか喋ってるうちに、地元の友達と喋ってんのかなっていう。あ、そんなに？なんか、安心感。気抜きすぎちゃいますそれはさすがに。インタビューはもうちょっと。まあでもそのぐらいね、向こうもおしゃべり上手で、トークうまいとね、いうことですね。めっちゃまつげ長かった。いやー、そんなね、イケメンの高橋裕二選手なんですが、来週も引き続き、京都サンガ FC の高橋裕二選手のインタビュー後編を来週お届けする予定です。こちらもお楽しみに。はい。以上 FC オフサイドトークのコーナーでした。